はいどうも、私チェコプラハのガイド佐藤です、今日はですね今ここプラハの中央駅に、来てます、今日はここからですね、ドイツ国境の方にある町ポベジョビツですねそちらの方に、今から向かいます、それでは参りましょう。はい、今からこちらの電車に乗ります、行き先がですねミュンヘンってなってます、これ終点がですねミュンヘンなんですね、私はそこまで行きませんけれども、ドイツの国境を越えるちょっと手前で、私は降ります。それでは中に入りましょう。ブルタバーガーです、プラハ城が遠くに見えています。はい、今車掌さんがチケット切りに来ました。ブルタバーガーとプラハ城の解説しようかと思いましたけども取り過ぎちゃいましたね。先ほどですね、私、ポベジョビツェに行くって言いましたけども、確かにポベジョビツェ行くんですけども、ポベジョビツェ行く前にですね1か所途中下車します、その町の名がですねホルショフスキーティーンと、いうんですね。でなんでそこで、途中下車をするのかというと、その町のお城、ホルショフスキーティーン城ですねそちらで美津子さんの記念展示があるからです。なのでまずはですね、そこに寄ってからですね、美津子さんが実際住んでいたポベジョビッツェのお家まで、行きましょう。ちなみにですねポベジョビッツェ、その先もドイツの国境って言いましたけども、そのドイツの国境を越えるとですね、バイエルン地方というのがあります。そのバイエルン地方の第2の都市で、ニュルンベルクっていうのがあるんですけども第1の都市はミュンヘンですね、この電車ミュンヘンまで行きますけどもその第2の都市ニュルンベルク、ニュルンベルクまではですねポベジョビツェからだとプラハと同じくらいの距離なんです。なので車なら2時間くらいで着いちゃいます。なので距離的にはですねポベジョビツェはプラハとニュルンベルクのちょうど中間にある町ですね。なので、どうせならニュルンベルクまで行っちゃおうかなとも思ったんですけども今ですねちょっとこのご時世ちょっと国境を越えるのはあれかなと思ったのでまたそのうち機会があればですね、そちらのバイエルンの方も行ってみたいと思います。はい、私ですねこの電車あと3時間ぐらい乗ってます。めちゃくちゃ暇なので、ちょっとプラハの郊外、というかもうプラハ市離れましたけれども少しですね、お話しさせていただきたいと思います。青山美津さん空田ホーフ美津子さんと空田ホーフ家ですね、こちらのお話をさせていただきたいと思いますけども青山美津さん、空田ホーフ美津子さんに関してはですねもう彼女はですねもう日本ではすでに大変有名でもうたくさんの人が情報発信してますので、今回ですねあまりちょっとここでは説明は、しません。ひとまずですね私の、チャンネルタイトルが「チェコの歴史」ということなので、チェコの歴史に関係するところで、青山さんの嫁ぎ先である空田ホーフ家ですね、そちらのお話を、したいと思います。でこちらの空田ホーフ家、なんですけどももともとはですね、チェコこちらにずっといた人じゃないです。空田ホーフ家の歴史はですね13世紀頃、そこまで遡ります、現在のオランダからベルギーの辺りにあったブラバント公国っていう、国があったんですけども、そこの貴族だったんですね。で宗教戦争中の一つでもあるハプスブルグ家からですねオランダが独立するまでの戦争で80年戦争というのがありますけども、その80年戦争で空田ホーフ家はですねハプスブルグ家と共に戦いました。ですが、その後ですね、だいぶ時代が下りますけども、フランス革命が起きたんですが、その時にですねフランス軍にあの一帯を征服されて以降ですね、その地を離れてオーストリアの方に引っ越してきたんですね。なので、実に長い歴史を持つ貴族であるということです。で、青山光さん、クーデンホフ光子さんの旦那さんの名前ですね、皆さんご存知でしょうか。ハインリヒと言いますけども、そのハインリヒのお父さん、そのお父さんの名前がフランツ・カール・クーデンホフっていうんですけども、そのハインリヒのお父さんのフランツ・カールの代で、ポベジョビッツェ周辺以外にも、オーストリアの方ですね、リンツ近郊のオッテンスハイムっていうところがあるんですけども、そこの土地を所有したりですね、他にもですね、当時はハンガリーだったスロバキア、そちらの方にも領地を持ってました。で、クーデンホーフ家の一族の多くはですね、ハインリヒの系統だけではなく、主に現在のここチェコとスロバキアの方々で領主をやっていました。で、このクーデンホーフ家の中でもですね、チェコでとりわけ有名な人がいます。これですね、ハインリヒではないんですね。ハインリヒのはとこ、またいとことも言いますけども、そのまたいとこにあたるマックスとカールの兄弟です。マックス・クーデンホーフ、カール・クーデンホーフですね。で、このカールと、マックスの兄弟はですね、ほとんどハインリヒと同世代です。若干弟さんがですね、ハインリヒより下で、若干、お兄さんが、ハインリヒよりも年上ですけども、マックスとカールの兄弟、ほとんどハインリヒと同世代ということですが、なんでこの兄弟ですね、チェコでは有名なのかというと、ボヘミア総督という職務についてました。これですね、どちらもですね、ハインリヒの方もマックスとカールの兄弟の方も、同じ、クーデンホーフ家で、爵位もですね伯爵家です。なので同じなんですけれども、ここのチェコではですね、マックスとカールの兄弟の方が、重要なポストについてました。ボヘミア総督ですからね、もう一般的には王様の代理人とも言えるぐらいの、位の高いというか重要なポストですね。で、同じ伯爵家で、なぜそこまで、ポストが変わってくるのかというと、ちなみにハインリヒは外交官です。外交官で日本にやってきて、青山さんと会って結婚したんですね。で、なんで、そこで、役職に差がつくのかというとですね、ハインリヒのおじいちゃんの世代まで遡ります。ボヘミア総督をやった、カールとマックスの兄弟の系統のクーデンホーフ家は、ハインリヒのおじいちゃんのお兄さんの方の孫の系統です。ややこしいですね。もう一度言いましょうか。ハインリヒのおじいちゃんのお兄さんの方の系統の孫なんですね。なので、同じ伯爵という爵位ではありますが、チェコやスロバキアなどではマックスとカールの兄弟の系統の方が、特に重要なポストについていたと、そういうことですね。で、このマックスとカールの兄弟ですね、ボヘミア総督やってたぐらいですので、とにかくですね、いろんなところに記録も残ってますし、写真もたくさん残ってます。そんなクーデンホーフ家なので、光子さんもですね、通した後に紹介されてあった人物っていうのはですね、これがまた歴史の中で重要な登場人物ばかりです。すごい人ばっかりです。非常に興味深いです。で、まずよく知られているのがですね、皇帝ハプスブルグ家の、オーストリア帝国皇帝フランツ・ヨーゼフと会話をした唯一の日本人というやつですね。クーデンホーフ家はですね、皇帝一家の世話係なんかもやってました。そういうつながりもあるんですけども、もう光子さん十分普通じゃないですよね。すごいです。で、それだけじゃないです。他にもですね、当時のローマ法王レオ13世に謁見し、会話なんかもしております。なので、語弊があるかもしれませんけども、日本で言うならばですね、天皇陛下と、将軍2人に会って謁見したというような感じでしょうか。しかも美津子さんは別に貴族とか武家の出とかそういうのでは全くないですからね、商家の娘ですからね。ちなみにですね、このレオ13世なんですけども、ローマ法のレオ13世なんですけども、この人ですね、当時まだ出たばかりの映画で初めて動画撮影された法王としても知られてます。なかなか粋な法王だったのかもしれませんね。ものすごい余談なんですけども、なんで今回ですね神戸城仏の方に行こうかなって、思ったのかというとですね、これ思いついたわけじゃなくてですね、明日ですね、私そこでですね三味線弾くんです。なんか日本祭りなんと訳したらいいのでしょうか、日本祭りですか、日本祭りっていうのをやるらしいんですね。でそこで三味線弾いてくれって言われて頼まれたので、三味線弾きに行くんです。なので、せっかく行くんだったらそのあたりのご紹介もしてみようかなと思って、一応ですねカメラも持参してまいりました。そしてですね、この空田法父家、まだすごい人と知り合いです。この空田法父家の遠縁でもあるチェコの大貴族の一つロブコビッツ家というのがあるんですけども、そのロブコビッツ家とも親しかったみたいで、美津子さんですね、晩餐会などにも呼ばれていたようです。でロブコビッツ家というのはどういう貴族なのかというとですね、公爵家です。なので、空田法父家というのは伯爵家なので、空田法父家の伯爵家よりも2つ上の位の貴族です。なので、非常に偉い人たちということですね。で公爵家より上になるとですね、もはやですね太后とか皇太子とかですね、皇帝一家一族とかですね、一国の王様レベルになってきます。このロブコビッツ家についてはですね、話長くなっちゃうので、また別の機会があればですねお話ししたいと思いますけども、簡単にちょっとご紹介するとですね、ロブコビッツ家はですね1300年代のまだハプスブルク家に支配される以前から代々の皇帝に仕えていた、古参の古株貴族です。なのでここボヘミアの地ではですねチェコ人代表貴族としても非常に重鎮的な立場で、あるという非常に偉い人たちということですね。あとですね、もしプラハにいらした際にはですね、プラハ城の城内にロブコビッツ家の宮殿が、まだあるので、ぜひそちらもですね行ってみてはいかがでしょうか。あちこちに宮殿持ってますけども、プラハ城城内にもロブコビッツ家宮殿持ってるんですね。空田法父家の話にですねちょっと戻しましょう。ひとまずですね美津子さんの旦那さんであるハインリヒの話ですね、そちらの方をします。彼はですね外交官として世界中を飛び回っていたわけですが、私がですね個人的にこの人本当すごいなって思うのはですね言葉ですね。ハインリヒですね、この人なんと16カ国語を話したということです。16カ国語ってちょっとなんか次元がですね、すいません、桁が違いすぎてよく分かんないです。どういうことなのか。ヨーロッパの言語だけではなく、日本語はもちろん、アラビア語とかトルコ語といったですね言語形態がまるで、ヨーロッパ語族とは違うものまで話せたということですから、これはもう一種の特殊能力と言ってもいいかなと思います。突然ですけど今ちょっと思い出しましたけども、司馬遼太郎さんの書いた本で「胡蝶の夢」っていう本あるんですけども、皆さん読んだことありますかね。そこの主人公はですね一応幕末の医師の松本良順について、書かれているわけですが、もう一人の主人公がいます。その人がですね、その人も医学者で島倉伊之助っていう人が登場してくるんですね。でこの島倉伊之助もですね、当時の日本の環境を考えるとですね、日本から全く出れず、外国人もそんなに多くない環境ですね、幕末の頃、その状態で6カ国語をですね、全くネイティブと同じようにですね自然に話せたと、いうことなので、彼もまあすごい人だったんですけども、環境はちょっと違えどですね、ハインリヒの16カ国語はですね、いや冗談でしょっていうぐらいの数ですよね。16カ国語どの言語だったかちょっともう覚えてないですけども、すごいと思います。もはや超人的レベルですね。どういう記憶力をしてるんでしょうかっていう感じだと思いますね。で彼はですねとにかく若い頃から外国を飛び回って異文化に触れることを夢見続けていた人のようで、その夢を実現させて外交官に、なったということなんですが、それがですね言語の習得にもつながるわけですよ。で言語っていうのはですねその地の文化をよく知る上での基盤となるものですけども、なかなかそこまで、習得しようとは普通は思わないですよね。で言語の次にはですね、やっぱりその文化を知る上では宗教というのがありますね。ハインリヒはですねその当時の貴族としてはもうかなり異端と言ってもいいくらいにですね、多宗教について、興味を持って深くはまって、いったそうです。で多数の本も書いてですね出版しております。もちろんですね仏教についても非常に深く研究してます。後にですね彼とハインリヒと光子さんの息子で、次男のリヒャルトがですねパンヨーロッパ主義というですね、第一次世界大戦の後に、現在の EU の源流ともいえる国家を超えた連合体思想というのを提唱します。これなんかはですねまさにお父さんのハインリヒの血筋がそこにはあるんじゃないかなと思いますね。でハインリヒの、口癖というかですね、よく理解しなさい、そうすれば、嫌いになることをやめるみたいな、なかなかうまく日本語に訳せないですね。なんでしょうね、相手をよく知れば、憎しみも消えるみたいな、なんかそういうことです。でこれが彼の信条だったらしいですね。徹底的にそれを地で言って実践してやってのけた人でもあるわけですね。でこのリヒャルトなんですけども、第二次世界大戦が終わる頃にはですね、もうだんだん時代遅れ的な感じで思われ始めてきたらしくてですね、なんかある一部の人たちからは、理想主義的で、貴族のエリート意識があるなんていうようなことを言われてですね、結構大変だったらしいです。一方で熱狂的に支持する人たちも、いたんですけども、やっぱりその一方でですね、だんだん離れていく人たちも、たくさん出てきたと、いうことですね。ですけども現在はもうご覧の通りですね EU ございます。リヒャルトが提唱した、彼の理想がですね今現実のものとなっているわけです。かなり危うい EU ですけどね、イギリスも抜けちゃいましたし、この後どうなるんでしょうという感じですけども、ちなみにですね、リヒャルトがパンヨーロッパ主義の提唱をした時にですね、数多くの世界中の、政治家だけではなくて知識人が彼を支持しました。でその中にですね帝国崩壊後に独立した数多くの国のうちの一つ、ここチェコスロバキア共和国、そこの初代大統領トマーシュ・マサリクもいました。でリヒャルトですね、マサリクとも仲良かったんですけども、マサリクにですねヨーロッパ連合が実現した暁にはあなたに大統領やってもらいたいんだけどなみたいな話をしたらしいですけども、マサリクの方はやんわりと断ったらしいです。当時ですねもうすでにマサリクかなり高齢でした。なので、自分にはもう無理だと、若い人に頼んでくれやっていうことだったんでしょう。当時もうすでにですね、もしそのヨーロッパ連合っていうのが実現していたら後の第二次世界大戦も間違ったものになっていたかもしれませんね。分かりませんけれど。はい、こちらの駅はですね、ピルゼンという町の駅です。ここではおりませんけれども、この町大変有名な町なのでちょっとご紹介しましょう。ピルゼンはですね、西チェコボヘミア地方では、プラハに次ぐ大都市です。ビール好きな方でしたらもはや説明は不要かもしれませんけれども、ピルスナービールの発祥の町でもあります。そしてですね、これもご存知の方いるかもしれませんが、チェコ最大というかですね、かつてはヨーロッパ最大の工業コングロマリットだった巨大企業シュコダ社の創業の地でもあります。特にですね、近現代の軍事関係詳しい方でしたら、まずご存知かなと思いますね。そういった地盤のある、地なので、民主化以降はですね、外国企業がですね、多くですね、ピルゼンに工場を構えることとなりますが、日本企業だとダイキンとパナソニック、この2社がですね、ここでは大変有名です。ダイキンなんかはですね、確かチェコで初めて最初のエアコンメーカーなんて呼ばれてたような気がしますけども、違ったかな、そんなこと言われてましたね。あとはですね、サッカー好きな方でしたら、イングランドのプレミアリーグ、チェルシーの、名キーパーペトルチェフの出身地ですね。ちょっと電車止まっちゃったら車窓がちょっと動かしますか。こんな感じで、ちょっと動くの待ちましょう。はい、動き出しましたね。遠くになんかとんがってる塔が見えますけども、あそこがセンター広場ですね。どこまで話しましたっけ？サッカーか、ペトルチェフまで話しましたよね、確かね。あとはですね、クラシック好きな方でしたら、ベドジフ、スメタナ、彼がですね、高校生ぐらいの時ここ住んでました。でこれですね、ちょっと面白い話あるんですけども、スメタナですね、その時プラハに住んでたんですね。当時プラハ、他と比べたら大都会ですから、都会っ子だったんです。スメタナはですね、リットミシュルっていう町が出身なんですけども、その時はですね、プラハに住んでました。でその時にですね、16歳だったスメタナがですね、親父さんにですね、俺は音楽で飯食っていくからこれから先もう学校なんか行かないって言ったんですね。それを聞いた親父さん、もちろん、猛反対しまして、でいとこがですね、たまたま教授をやっていたピルゼンの修道会の学校にスメタナをですね、ぶち込んで、いとこの教授に保護監督、いわば監視ですよね、させたと、いうわけです。結局ですね、スメタナちゃんと試験もクリアして、学校をしっかりと、留年もせずに卒業しております。で次はですね、ホリーショフという駅に、到着します。ホリーショフという町の駅に、この電車止まりますけども、そこで乗り換えします。乗り換えしないといけません。でこれですね、今結構やばいんですよね。この電車かなり遅れてるんですよ。で乗り換え時間がですね、本来であっても、8分ぐらいしかないんですよね。乗り換え時間8分ぐらいしかないのに、この電車10分遅れてるんですよね。どうなるでしょうね。これ電車、もし乗り換えしたい電車が行っちゃったら、次の電車ですね、4時間後です。ありえないですね、話にならないですね。ぜひ待っててくれることを願います。日本だったらですね、いや当然待ってるでしょっていうふうに思うかもしれませんけども、日本の常識は通用しませんので、いや待っててくんないと困っちゃうなこれ。Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen 今アナウンスで堀井ショフって言いましたね。これですね、すごいです。ありえないぐらいラストスパートしました。10分遅れのところを今1分遅れまで縮めました。すごい。堀井ショフ駅です。ここで、電車乗り換えます。ここからですねホルショスキーティーまで、だいたい20分ぐらいでしょうか。それぐらいで到着します。はい、どの電車がホルショスキーに行くのかなって思ったら目の前にありました。これです。いや、いいですね、いいですね。もうこういうの大好きです。はい、ローカル電車の旅です。1両しかありません。私、電車のこと全く分かんないんですけども、電車が好きなんです。旅をするんだったら電車が一番好きですね。風景が何もない田舎になってきます。ではですね、あと20分ぐらい、したらですね、ひとまず最初の目的地、ホルショフスキーティーン、そちらの方到着いたします。ホルショフスキーティーンまでですね20分ぐらいあるので、ちょっとですね、その街のお話も少し、したいと思います。ミツコさんとハインリヒの、お隣さん、ポビジョビッツェのお隣さんの街ですね。ここホルショフスキーティーンの街の歴史についてですね少しお話ししましょう。ホルショフスキーティーンが最初に、記録に登場してくるのは12世紀のことなんですが、もう少し時代を下っていって、16世紀です。その頃ですね、その町はですね、先ほどの空田ホープ家のお話のところでも出てきましたチェコの大貴族、ロブコビッツ家の所領でした。ところがですね、その後の戦争、これまた1618年、チェコのプラハから始まって、最後にして最大の宗教戦争とも呼ばれる30年戦争。その30年戦争で敗北したチェコ側についていたのがロブコビッツ家だったんですね。でホルショスキーティーンの、土地を、没収されて、しまいます。あ、隣の駅着きましたね。でロボコビッツ家ですね、土地を没収されてしまうんです。でここで気づかれた方ですね、里い方ですね、あれ負け組で土地没収されてる貴族がなんで、その後公爵にまでなって大貴族になるのと思われるかもしれませんけども、これもまた面白いんですけども、関ヶ原の戦いです。また全然違う話になっちゃいますけども、関ヶ原の戦いですね、例として、挙げさせていただきますが、関ヶ原の戦いで、真田家ですね、あの幸村がいる真田家ですね、真田家2つに分かれました。ね、皆さんもよくご存知かもしれませんが、お兄さんの方の信行は本田忠勝の姫ですね、娘が嫁だったので、東軍の家康側についたんですけども、真田幸村、信繁ですね、そっちはですね大谷義次の娘が嫁だったので、西軍に、お父さんと一緒にですね、西軍につきました、お父さん真田昌幸ですね。で敵味方に分かれて戦ったんですが、どっちが勝っても家は残るという状態で、結局はですね、ご存知の通り東軍が勝って、兄の信行が上田藩の藩主となったわけですけども、これと同じことが、関ヶ原とほぼ同じ頃ですね、関ヶ原は1600年です。非常に覚えやすいですね、ヨーロッパでの30年戦争でありました。その一つがロブコビツ家です、真田家のような兄弟で分かれたわけではないんですが、ロブコビツ家もですね、一族、いくつもの系統があって、その中でハプスブルグ家側、つまり、カトリック側につく、ロブコビツ家と反ハプスブルグ、つまり反カトリックで、ルター派とかルス派などのプロテスタントですね、プロテスタント側につく家と分かれたんです。で結局はですね、ここチェコに関して言えばハプスブルグ家が勝ち、プロテスタント側についた、ロブコビッツ家は、領地財産を没収されてしまうんですね。なので、ホルショフスキーティーンのロブコビッツ家はですね、プロテスタント側だったということです。そしてですね、30年戦争以降はハプスブルグ家の家臣トラウトマンスドルフ家がこの土地を買い所領としました。トラウトマンスドルフです、貴族の名前って本当に長くて言いにくいですよね。その30年戦争前はですね、トラウトマンスドルフ家というのはですね、爵位も下でとりわけそんな大した力を持った貴族ではなかったんです。ですけども30年戦争中の功績なんかによって伯爵にならせてもらえたんですね。でホルショスキーティーンの土地をですね、トラウトマンスドルフ家得まして、そこを基盤としてめきめきとものすごい勢いで力をつけて、勢力を拡大していきます。で、さらに時代が下りまして、光子さんとハインリヒの時代にもなるとですね、チェコ全土にトラウトマンスドルフ家、所領を持つように、なってきました。そしてですね、その時代の光子さんとハインリヒがいた時代のホルショスキーティーンの、トラウトマンスドルフ家の領主の名はカール・トラウトマンスドルフと言います。でこのカールですね、すごいです。後のイギリス国王エドワード7世なんかもですね、お客さんとして呼んでですね、ホルショフスキーティーン城に、招待してます。すごいですね、イギリスの、国王です。で、なんでですね、エドワード7世、イギリスの方からわざわざこんなとこまでやってきたのかというと、実はですね、チェコにはですね、有名な温泉街があります。カルロビバリという町とマリアンスケラーズニェという町です。でそこへですね、エドワード7世通ってたんですね。でそこに行くたんびにですね、ホルショスキーティーンのトラウトマンスドルフ家の、城の方に、寄って遊びに来ていたと、いうことなんです。そういうこともあってですね、エドワード7世のお母さんがですね、トラウトマンスドルフ家に勲章を与えてます。でエドワード7世のお母さんというのがビクトリア女王ですね。息子によくしてくれてありがとうねと、いうことですね。でその頃の、このトラウトマンスドルフ家の爵位はですね、もうすでに公爵にまで上がっていました。つまりですね、ロボコビッツ家と、同じ爵位ですねだったので、かつてはですね、下っ端そして同じ伯爵ですけども、その当時はですねもう公爵になってましたので、空伝報復とはですね、位が随分と違ってしまったと。なんですけども爵位の違いはあれどお隣さん同士で結構仲良くやってたらしいです。非常に親しいお付き合いを、していたようですね。ただこれはですねハインリヒの方の気遣いとでも言うんですかね、奥さんである美津子さんに対する、思いやりの一つでもあったようで、不慣れな土地に来てですね、安心して生活できるようにできる限りのですね力強い後ろ盾を、この辺りで作っておこうと、ハインリヒも思ってですね、奥さんの美津子さんのために、トンホを清掃していたようです。やはりお隣さんで、爵位も公爵という家柄と仲良くしとくというのは、必要なことだったんではないかなと思います。とにかくハインリヒはですね美津子さんに対して全身全霊で愛情を注いでいたようです。そこまで話すとですねこのハインリヒという人、旦那さんとしても何一つ欠点が見つからないような完璧な、人物のように思いますけれども、実は過去ですね若い頃には、彼にはとても辛い悲劇がありました。若い頃23歳だったかな、ハインリヒ23歳の時にですねものすごい熱愛を、しました。で子供までできたんですね。なんですけどもお父さんのフランツ・カールですね結婚大反対されてしまいます。大体そういう時の理由というのは身分の違いではないかなと思うんですけども、で結局ですねその女性とは破局することになります。これぐらいだったらですねそんな悲劇とは言わないんですけども、実はこの後ですね、この女性がですね当時空伝報復家の、上官の一つだったオーストリアのリンツ近郊のオッテンスハイムの庭にですね、上官の庭に入り込んで拳銃自殺をしてしまったんですね。でこれはですねかなり当時、ニュースになったようでもうオーストリアやチェコだけではなくてヨーロッパ各国にこのニュース伝わったそうです。ですけども当時の新聞掲載時にはですねその女性が何者かが分からず、ミステリーの一つとして扱われていたようです。おそらくはそのようなこともあってハインリヒは美津子さんに対してもう命がけとも思えるほどの愛情を注いでいったのかもしれませんね。ちなみにですね、もうまだ悲劇続きます。その事件が、その彼女がですね自殺をしたその事件があった3ヶ月後の9月ですね、オベジョビッツの家でハインリヒの弟のフリードリヒが21歳という若さで亡くなってるんですよね。これがちょっと非常に怖いですね。ここで止まりましたけどここ駅です。何もないですね。いいですね。21歳の若さで彼女が、拳銃自殺をした3ヶ月後に、亡くなってしまったと、非常に怖い何かあったんじゃないかっていう非常に怖い話ですけど、そういうこともあってですねさらに追い打ちをかけるようにハインリヒにずしんと重くのしかかるものが、ございました。これはですねトラウマになっても全然おかしくないです。もうかなり PTSD 案件ですね。で結局ですね、そのオッテンスハイムのお城はお父さんのフランツ・カールが亡くなった後すぐにハインリヒが売却しちゃいました。そういうこともあってですね、現在そのかつて仲が良かったトラウトマンスドルフ家のお城だったホルシュスキーティーン城の方に美津子さんの記念展示が、されているというわけです。で、なんでですね、ポベジョビツェの自分の家じゃなくてお隣さん家に記念展示場があるのかというと、それはまたですね、ちょっと現地に到着してからでもですねお話をしたいと思います。とはいえですね、この動画をご覧になっている方たちのほとんどはもうご存知かも、知りませんけれども、はい、ホルショスキーティーン到着しました。いやー、いいですね、のどかな感じの田舎町という感じで、田舎町とか行ったら怒られちゃうかな、いい感じです。もう大好きです、こういう雰囲気。これだから私は電車の旅好きなんですよね。はい、行っちゃいましたね。では、駅舎です。駅舎があるだけ大きな駅です。さっきのところ駅舎も何もないですからね、電車降りたら草っぱらでしたからね。それではですね、お城の方行きましょう。ちょっと駅舎の雰囲気も撮っておきますか。こんな感じですね。ここにホールショフスキーティーン、ここにもありますね。で、ここにですね、左側ポベジョビツェと書いてあります。なのでこのまま行くとですねポベジョビツェ、行けたんですけども、ちょっとそこへ行く前にここのホルショスキーティーンのお城の方で、美津子さんの記念展示を見てから、ポベジョビツェの方に、行きます。スムニエルっていうのは方角とかっていう意味です。ではお城の方参りましょう。ちょっとお城まではですね全然面白くない道へ歩いてきますので、ただの国道沿いを、車ガンガン走ってる国道沿いを歩くだけですので、ちょっとお城を着いたらまた、再開しようと思います。はい、小川のせせらぎが聞こえてきております。向こうにお城があるの見えますか？あれがホルショスキーティーン城ですね。もうそろそろ到着します。ちょっと小川も撮りたくなった。川というより池ですね。よくですね、質問、受けるんですけども、ヨーロッパの川ってなんかどこも濁ってるよねってよく言われるんですね。その理由がこれです。非常に流れがですね緩やかです。あんまりですね日本みたいに山が近くに、たくさんないので川の流れが緩やかになっちゃうんですね。そうなるとどうなるかというとですね、堆積物がですね、非常に溜まりやすくなってこういうふうに濁ってきちゃうんです。なのでこれは土地柄ですね。はい、それではですね、あともう少しで、お城到着します。もう見えてます。向こうに頭だけが見えてますね。はい、もうだいぶ近くまでやってまいりました。結構今ですね楽器とか荷物いっぱい持って歩ってるんでめちゃめちゃしんどいですね。で、こちらが教会ですね。では今からここを登ります。ではまた後ほど。のホルショフスキーティーもですね、お隣の、目的地ポベジョビツでもですね、美津子さんが伯爵夫人がですね住んでたということで、みんなチェコ人親近感はあるんでしょうけども、肝心な日本人観光客はですねなかなかここまでは来ないですね。なのでさっきからずっと歩いてて思ったんですけども、これプラハで感じたことないんですけども、もう皆が私のことを見つめてくれてます。別に日本人だって見てるわけじゃないんでしょうけどね、なかなかアジア人がこんなところにいるなんてことはめったにないので、はい、こちらがホルショフスキーティーン城。はい、正面までたどり着きました。宿泊グッズやら楽器やらいっぱい持ってるんで、今背負いながら坂道登ってご案内しております。めちゃくちゃものすごい息が切れてますが、すいません、お聞き苦しくて。では中に入りましょう。誰もいないですね。観光客なんか一人も、私しかいなそうですね、観光客。ちょっとですね、このままカメラ撮影しながら行くとなんか言われそうなので、ちょっとその前にこのお堀見てみましょう。いいですね、お城って感じの塔が左右になっております。で、壁一面はスグラフィトですね。スグラフィト、壁に石膏って削っていくんです。なのでこれ絵じゃなくてですね、削って、模様を作ってるんです。遠くからだと分かりづらいですけどね。ちょっと撮影したまま中庭まで行っちゃいましょうか。典型的なお城の中庭です。素晴らしいですね。この中のどっかに、美津子さんの記念展示場があるということで、行ってみましょう。ひとまずですね受付行ってみます。ちょっとですねカメラの方は切ります。はい、みつこさんの記念展示、見てまいりました。それではですね、今から、ついにですね、ポベジョビツェ、みつこさんとハインリヒが住んでいた、邸宅、そちらの方に、行ってみましょう。電車、大丈夫かな？ちゃんと来るかな？はい、こちらはですね、お城の裏側です。この裏側もなかなかいい感じなんですよね。この壁の剥がれ具合が。で、右端の方に見える、黄色っぽい壁のところがですね、正門の方ですね。先ほど行ってきた正門の方です。なかなか雰囲気があっていいですね、この裏側も。はい、お城の前のレストランで、今からお昼ご飯を食べます。でかいハンバーガーです。バンズが黒いです。